皆さんどうもこんにちは質問回答チャンネルのたけみですこのチャンネルでは視聴者様からご質問をいただいて私たちが 古今東西のののの書籍論文ななどをを徹底的にににリサーチしてその質問に対しててそ質問対回答を見つけるというものになりますご質問は概要欄の公式 LINE アカウントから募集しておりますので、ぜひぜひご応募ください。それでは早速参りましょう。本日いただいた質問は次の通りです。竹見さんはじめまして、いつも動画を楽しく拝見しております。私は幼い頃から頭の良い人や、 頭がキレキレに切れる人に憧れておりますそういう人を見るとかっこいいなとつい思ってしまいます自分も 頭のキレる頭の良い人になりたいと思いますが世の中には頭を良くするとされているクロスワードパズルとか記憶術といった様々な脳トレがありどれが一番効果的なのかがわかりませんもし最も効率よく頭を良くする方法をご存知でしたらご教示いただけると幸いですさてご丁寧な質問ありがとうございますいやーこの気持ちねめっちゃわかります頭がキレる人ってやっぱり体 かっこいいだけではなくて今は知識社会なんていう風に言われているように。 頭のいい人が、例えば医者とか弁護士のような高収入の仕事をね、独占しておりますので、現代において頭がいいというのは非常に大きなアドバンテージとなっております。さてさて質問者さんは、最も効率よく頭を良くする方法が知りたいとのことですが、これに関してはね、すでに結論出てます。皆さん、なんだと思いますかちょっと考えてみてください。では答えを言ってしまいましょう。それは でばりますさてこれ聞いて質問者さんはちょっとびっくりしたかもしれませんねいやいや俺は頭が良くなる方法を聞いてるんですよとそれなのに脳トレとかじゃなくて運動なんですかとびっくりされたかもしれません 確かにね世の中には実に様々な脳トレなるものがありますその中には例えば新しい自分に生まれ変わるとか脳の力を2倍にするなどといったキャッチコピーで宣伝されているものもありますよねしかしですよ結論から言っちゃえばこういった脳トレのメソッドは効果はあまり期待できないとされています例えば足の筋肉をね鍛えたければスクワットなどをして僕は 僕ら足の筋肉を鍛えますよねこれと同じ原理で頭を良くしたければ脳を鍛えなければいけないんだと私たちもついつい考えちゃって脳トレメソッドなどに飛びついてしまうわけなんですが実はこれはあまり正しい方法とは言えないんです。もっと効率的に 脳を鍛える方法があるんです。それがズバリ今回の有酸素運動であります。初めて聞いたよという人はびっくりするかもしれませんが、運動をすることによって頭が良くなると主張している本や論文は本当にたくさんあるんです。 例えばね、運動によって頭が良くなるということを主張している本で、最も有名なのはおそらく、ジョン・ J ・レイティさんの脳を鍛えるには運動しかない、最新科学で分かった脳細胞の増やし方という本と、 アンンンダース・ハンセンさんのの一流の頭脳というう本でしょうこの2冊には頭を良くするには運動がめちゃめちゃ重要なんだよということがさまざまなエビデンスをもとにして述べられているんです本当に頭を良くしたいと願うのであればそりゃあなた運動以外不可能ですよとそんな感じで述べられているんですこの2冊を読めば本当に運動しようと有酸素運動を心からしようと 思えるのでおすすめでありますそもそも皆さんは 運動することが健康にいいというのはすでに多くの人が知っていると思いますが実は運動というのは脳にもいいんだということが本書を読むことで心から実感でき実際の行動につながるかと思いますでは少しだけ皆さんの運動しようというモチベーションを最大限高めていくためにこれらの本から運動が脳にもたらすメリットを一部引用して紹介してみましょうか脳を鍛えるには運動しかない 最新科学で分かった脳細胞の増やし方という本の中では次のように述べられております。運動で爽快なな気分になるのは 心臓から血液が盛んに送り出され脳がベストの状態になるからなのだ私に癒せれば運動が脳にもたらすそのような効果は体への効果よりはるかに重要で魅力的だ筋力や心肺機能を高めることはむしろ運動の副次的効果に過ぎない私はよく患者に運動をするのは脳を育てて良い状態に保つためだと話している脳を最高の状態に保つには体を精一杯保つ 働かさなななければならないさていかがでしょうかこの本では運動をすることが脳にどんな良い影響をもたらしてくれるんだいということがこれでもかというぐらいに強調されております。まあね結論は 本書のタイトルにある通りで脳を鍛えるには運動するしかないということでありますだからね今回の質問者さんのように頭良くしたいですとか今よりももっと頭をクリアな状態にして生きていきたいですと考えているのならば運動するしかないんですまたね一流の頭脳という本の中では次のように述べられております実は体を動かすことほど脳に影響を及ぼすものはない 運動をすると気分が爽快になるだけでなく集中力や記憶力創造性ストレスに対する抵抗力も高まるそして情報を素早く処理できるようにつまり思考の速度が上がり記憶の中から必要な知識を効率的に引き出せるようになるまた特別な脳内ギアを入れることで混乱した状況下で意識を集中させ心が乱れていても平常心を取り戻すことができる 運動によって IQ が高くなるという説さえあるのだ。 さていかかがでしょうかこの「一流の頭脳」という本の著者であるアンダース・ハンセンさんはスウェーデンにあるカロリンスカ研究所というノーベル生理学・医学賞を決定する世界最高峰の研究機関で世界の医学研究の最前線で研究を重ねこれまでなんと2000件以上の医学記事を発表した世界的研究者でありますそんな人物が頭を良くする最高の方法が運動で であると脳の機能を高めるには脳トレに取り組むよりも運動する方がはるかに効果があるということを研究成果がはっきりと証明していると断言しているわけですから信憑性が高いですよね。そして 運動することは短期的にも長期的にも私たちの頭を良くしてくれるということが分かってます。どういうことかというとね、運動することによって運動した後私たちの頭は非常にクリアな状態になって非常に集中力が高まった状態となって目の前の物事に 没頭することがでできるるようになるんですこれはね運動によって血流が良くなったことや運動によってさまざまな脳を活性化させるホルモンが分泌されたことが原因であります村上春樹さんをはじめとした多くの著名人は日常的に運動する習慣を持っているそうですがそれは運動することによって 頭がクリアになって集中力が高まるということを身をもって知っているからでしょう。私もね、何か集中力を必要とする作業に取りかかる前は20分ほど早足でウォーキングをしたりとか。 20分ほど筋トレをしたりと運動を挟むようにしておりますこうすることによってね頭がクリアになって集中力が圧倒的に高まりますので是非皆さんもやってみてその効果を体験していただきたいと思うんですちなみにね運動をすると眠たくなってしまうよとか 運動すると余計に疲れてしまうんだよなという人はそれはやりすぎなんですもう少しね運動の強度を下げてみてどれぐらいの強度で運動をすれば自分の頭が最も効率的に働くのか自分の調子が最も良くなるのかということを何回かね実験して是非突き止めていただきたいと思うんですさてこれが 運動をすれば短期的に頭が良くなるという意味でありますそして運動をすると長期的に頭が良くなるというのはコツコツと有酸素運動などの運動をすることによって徐々に私たちの脳の構造が変わり始め根本的に頭が良くなっていくということですそれは運動をすればね脳由来神経栄養因子通称 BDNF と呼ばれる脳内最強の物質が分泌されるからであります。この BDNF は脳細胞がダメージを受けたりとか死なないように保護してくれる役割があったり、脳の細胞間のつながりを強化して学習や記憶の力を高める役割があったり、細胞の老化を遅らせてくれたりと、まさに私たちの脳を成長させてくれる脳の天然の肥料なんです。この脳を成長させてくれる させてくれる奇跡の物質 BDNF が運動によって分泌されるからこそ運動によって頭が良くなると言われているわけなんですそして BDNF を最も効率的に分泌させる運動が。 今回紹介している有酸素運動であると言われているんです。長期的にコツコツと有酸素運動を継続することによって脳に BDNF という天然の肥料を与え続けることができます。そうすることによって徐々に長期的にあなたの脳はどんどん成長し頭がどんどん良くなっていくというわけなんですね。さてでは最後にね質問者さんのように頭を良くしたいと思うのならば どれぐらい運動すれば良いのかということを先ほどの一流の頭脳という本を参考にしながら紹介して終わりにしたいと思います。まずです、運動習慣が今ないというあなたは1分でも3分でも5分でもいいですから、まず 自分が楽しいと思える運動からスタートするようにしましょうたとえ1分であったとしても運動しないよりは全然マシなんです1分の運動に何の意味があるんだよと思うかもしれませんが1分と0分では大きな差があるんですですからちょっとウォーキングをするとかヨガを家でやるとか5分間ランニングをするなど自分が続きやすいものからスタートしていただきたいと思うんですそしてこれができるようになってきたら次は 最低30分のウォーキングを目標にしていただきたいそして質問者さんのように本気で頭を良くしたいと願うのであれば脳のための最高のコンディションを保ちたいと思うのならランニングを週に3回45分以上行うことが望ましいとされていますちなみに 超有名な作家さん、村上春樹さんは長編小説を書いているときは、毎日朝、なんと4時に起きて、即原稿を。 4から5時間ひたすら執筆し、その後、走るか泳ぐか、必ず1時間程度運動をしているそうです。脳を最高のコンディションに保つために、ランニングを週に3回45分というのが、今回提案させていただいた最終的なゴールなんですが、村上さんの場合は、毎日1時間運動されているんですね。やはり、本当に頭が切れる人というのは違いますね。私も見習いたいところです。もちろんランニンニグを 週に3回45分これはなかなかハードルが高いというのは分かりますが頭をキレキレに保ちたいと思うのであれば取り組んでみる価値は十分にあるかと思うんですまたねこれだけしっかりと定期的に運動することができれば頭が良くなるだけではなくて間違いなく今よりも健康になれるかと思いますので自分の人生を変えるために覚悟を決めて取り組んでみる価値は十分にあるかと思います 特に質問者さんのような頭のいい人に憧れる本当に頭が良くなりたいと思っている人はぜひぜひやってみてほしいと思いますそれでは最後に本日の内容をまとめておきたいと思いますポイント1世界一効率の良い頭を良くする方法とはつまり有酸素運動である実は体を動かすことほど脳に影響を及ぼすものはない運動をすれば 全身の血流が良くなり、脳が最適な状態となる。 運動をすると気分が爽快になるだけでなく集中力や記憶力創造性ストレスに対する抵抗力も高まるそして情報を素早く処理できるようにつまり思考の速度が上がり記憶の中から必要な知識を効率的に引き出せるようになるポイント2また特別な脳内ギアを入れることで混乱した状況下で意識を集中させ心が乱れていても平常心を取り戻すことができる 運動によって IQ が高くなるという説さえあるまた有酸素運動によって BDNF が出てあなたの脳が成長する ポイント3まず運動習慣がないという人は一日3分でも5分でもいいのでまず自分が楽しいと思える運動からスタートしようこれができるようになったら次は最低30分のウォーキングを目標とし本気で頭を良くしたいのならば最終的なゴールはランニングを週に3回45分以上行うことである 本日は以上になりますこの動画が良かったよという人は私のやる気アップさらなる動画のクオリティアップにつながりますので高評価ボタンチャンネル登録よろしくお願いしますまた本ようやくチャンネルの方も頑張って運営しておりますので興味のある方は概要欄のリンクから本ようやくチャンネルにも訪れていただけると嬉しいです本日はご清聴ありがとうございました